はい、皆さんこんにちは、こんばんは。丸中盆栽です。今回はね、昨日行ってきた白樹会さんのね、展示会、これで買ってきたものを紹介しますよ。まずこれね、これはあれだね、あけび、御用あけびだね。安かったよまあミニサイズだよね。電池がこれだけね、こんな感じの大きさですね。ピント合ってるかなこれね。最近あれかな、携帯がもう調子悪いのかもしれんね。ピントがあんまりよく合わんもんね。はい、こんな感じでね、この間通販で買った手ろくろの上に乗せてお送りしておりますよね。はい、次はね、なんだろうね。はい、次はこれね。これはガマズミだね。ガマズミ、結構ね、商品ぐらいの大きさなんだけど、結構くなくなっとね、根元で曲がっとるもんね。ほんでこれ根元にね、目あたりがあったもんね。なのでそこから上をまあちょっと飛ばして、ほんで下で作ったらいいんじゃないかなと思って、ここを飛ばしてね、まあそんな感じで考えて買いましたよ。これも安かったねはい、今度はね、煮物ですよ。こいつは海道だね、海道、これもね、安かったもんでね、買いましたよね。はい、こんな感じでね、結構折りたたんであって、ただのバネじゃないもんで、バネもまあひねってあるもんで、まあちょっと面白いかなと思ってね、変わり木っていう感じだけどね、こんな感じのやつを1本買いましたよ。はい、お次は何だろうね。ああ、これね、これはあれだね、姫こぶし、まあ姫こぶし、まあ前も折っとったんだけどね、枯れちゃったからね。木蓮とかね、なんかいろいろそういうのはあるんだけど、こぶしが欲しかったもんね。ちょうど小さいやつがあったもんね。これも安くゲットしましたよ。まあ今これ車間みたいにして作ってあるけどね、まあどうなるかちょっとこれから解釈して、まあ挿し木とかしてね、繁殖もしたいし、まあこれ1本ね、買っておきましたよね。はい、次はね、これだね。また見物だね。こいつは確かね、あれ、姫美香だね。姫美香、まあリンゴ系なんだけど、まあ一時すごく高かったけど、まあだいぶ落ち着いたのかな。まあ、リンゴっていう割にはなんかリンゴの形じゃないんだけどね、あんまりね、どっちかって言ったら姫リンゴの方がリンゴの形なんだけど、やっぱり実が小さいもんで好まれるかな。姫びこをね、こいつも1本買ってきました。はい、次はこれね。これはあれだね、ツタだね。普通のなんていうの、木ツタっていうのなんかよくわからんけど、まあツタはね、紅葉してね、紅葉が綺麗なら飾れるもんね。樹形はまあ二の次で、まあちょっと太みがあったし、まあそんな感じでね、1本買ってきましたよ。ねえ、久しぶりの展示会だったもんね。結構ね、財布の紐が緩んじゃったよね。これいかんね。ね。はい、これ木はね、これが最後になるんだけど、これ椿だね。こう曲がね、結構洒落とるなと思って、いろいろ右に左にのね、こう曲がっとって、で上手にこうね、作ったるなと思って、まあ、ちょっと形高さは大きいんだけど、まあ何とかして使えんかなと思って、まあ椿は俺あんまり作るの上手じゃないもんで、これはちゃんと針金に紙を巻いて、うん、なんか昭和わびすけって書いてあるけどね、どういう花なのかちょっと知らないけど。まあこういうの1本こう洒落た感じの文人着みたいなね、こんな感じのやつを1本買ってきましたよ。でね、これはまあもう木はまあこれだけだね。減らしたいのに減らしたいのに買っとっちゃいかんでしょ。本当にね、病気だよね。はい、次はね、これなんだかなあ、これね、これ石だね。まあ石はね、あんまりよく俺あんまり詳しくないんだけど、まあこういうね、自然のくずよ石みたいな感じの家の形したまあ石なんだけど、まあこれで台座とか木の台がついて、これだったかな、3000円ぐらいだったかな、2000円ぐらいだったかなね。はい、これは課題だね。課題をちょっとなんか、うん、確か安かった気がする。まあ材料はちょっとよくわからんけど、こうやってずらしてね、使うやつだね。結構ピカピカしとるね、漆塗ったみたいに。こんな感じで使いますよ。はい、こういうまあ課題が一つ買いました。はい、次は何だろうね。あ、これだね、鉢だね。鉢も結構あったんだけど、うん、まあ、あっちもあんまり詳しくないんだけど、まあこういう出鉢、彫りが入っとるやつね。削って、彫りが入っとるやつで、もう誰のやつかは分かりません。で、もう一個はね、これは鉢で、なんだろうね、多分陶水だと思うけど、まあこんな感じの鉢です。これも安かったね。まあ中古の鉢だからね。はい、こんな感じだよね。まあ中古の鉢だもんでね、安く買いましたよ。はい、もうこれがもう最後ですね。まあ普通の培養の鉢なんだけど、まあ俺がよく使うシオンバチねの2号のチューブ化だね。これ今最近ねちょっと値上がりして赤字だけど60円か65円で売っとんだけど、まあ10個で500円なら50円だもんね。安いなと思ってね、まあ2縛り20個買ってきましたよ。多分ね常滑の近いもんね、美咲さんとかいっこさんが持ってきたのかな。こんな感じでね、白樹会さんの展示会楽しめましたよ。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。